鈴宮春日とナンシーブラケット書籍化企画12回、今回で一応最終回となります。そこでシリーズを振り返って、それから話に入りたいと思います。ランサムサーガ、主な登場人物としてツバメ号のウォーカー4人の兄弟たち、そしてアマゾン海賊のブラケット姉妹、それにおじさんのキャプテンフリント、カラム家、これは後にスカラブ号というヨットを持ちますが、 D 兄弟と言われるディックとドロシアのカラム、この3つのグループを主な登場人物として全12巻の少年少女の冒険物語がランサムサーガです。そしてシリーズの1作目、ツバメ号とアマゾン号、これがイギリスの児童文学の一つの代表的な作品ともなっていますが、最初にウォーカー兄弟4人とアマゾン海賊のナンシーとペギーがイングランド北部の湖で出会う最初のお話です。そこから主にイギリス北部の湖、湖水地方を舞台としたシリーズと、それに並行してまた違うシリーズとして大判クラブ物語と名付けられた、イギリス南部のノーフォーク湖沼地方、そこを舞台とした、共通の登場人物としてはディックとドロシアの D 兄弟が、ヨットの搬送を学ぶ、そういう冒険物語のシリーズが並行して進んでいます。もう一つ3作目の山猫号の冒険、これは今回このシリーズで触れませんでしたが、この山猫号の冒険と後に出てくる女海賊の島、これは主人公の子供たち自身が自分たちを登場させて物語を自ら作った、そういうシリーズです。ですから番外編のようなものだと思ってください。さて、後半今回の作品である白熊号と謎の鳥は、これはシリーズ12作目一番最後の作品です。前回やりましたスカラブ号の夏休み、これがイングランド湖水地方が登場する最後の作品となっていますが、この時点でアマゾン海賊のナンシー・ブラケットは17歳になっているはずです。最初にツバメ号とアマゾン号で登場した時13歳の少女だったナンシーも、ツバメ号や D 兄弟たちと冒険を重ねるうち、この最終巻白熊号と謎の鳥では18歳の女の子に成長しているという計算になります。しかし実際のところシリーズの中ではナンシーの年齢はあまり感じさせませんね。白熊号の場合も18歳かどうかちょっとわからないような、そういうところがあります。そこが
ランサムサーガの子供たちの描き方の一つの特徴でもあります。本来なら思春期に差し掛かった子供たちも冒険の中ではいつまでも子供のままだと。それでは今回の作品、白熊号と謎の鳥、概略をお話ししておきます。ナンシーは18歳になっていますが、この夏はおじさんのキャプテン・フリントが友達から借りた大きな帆船白熊号でスコットランドを周遊する、そういう航海を楽しんでいました。航海の最後の日に思いがけず上陸する時間ができて、そしてディックは普段から興味のあった鳥の観察をします。そして本来イギリスに卵を産まないはずの渡り鳥、それがなぜかこのスコットランドの湖で巣を作って卵を育てていることを発見します。そこでディックは科学者魂を発揮して、この事実を写真を撮って証明しなければいけないとキャプテン・フリントや他の子供たちを説得しようとします。ところがそこに鳥の卵を集めている研究者が登場します。舞台はスコットランドの、地名はわざと伏せられている島。この写真はランサムの研究者が撮影した、おそらく作品舞台と思われるスコットランドの海岸の写真です。さて、鳥が巣を作り卵を育てていることを証明したいディック、しかしフリント船長は、キャプテンフリントは船を予定通りに帰国させることを優先しようとします。そこでディックはたまたま同じ港に停泊していた鳥の研究家の船に質問に行きます。ところがその鳥の研究家というのは、ディックが大判クラブ物語などで鳥の卵を取る人たちと戦った相手と同じように、鳥の卵を集めているそういうコレクターでした。ディックの話を聞いた卵コレクターの男は、その発見の事実と名誉をディックではなく自分の名前で歴史に残したいと野望を抱き、フリント船長が待つ白熊号へ自ら説得に現れ、その巣の場所を、鳥の巣の場所を教えてくれたら大金を払うとフリント船長を説得しようとします。しかしフリント船長はその男の野望に腹を立て、ディックの発見の名誉を守るために子供たちにもう数日の猶予を与えることにしました。その作品の舞台となったスコットランドのこの写真ですけれども、ランサム自身が自らその場所を
取材に行き、そして美しく描写した風景、さらにランサム自身が挿絵の中に描いた風景、ほぼ写真の通りのような風景が作品の挿絵にも描かれています。これはディックが鳥の巣を発見した湖を隠すその丘、先住民であるピクト人の遺跡が残るピクトハウスの丘です。さて、子どもたちは卵コレクターをうまく騙してディックが写真を撮れるように作戦を立てます。そこで活躍するのがナンシーです。ナンシーは卵コレクターの野望をくじき、そしてなぜか子どもたちに悪い感情を抱いたらしい地元のゲール人と呼ばれるスコットランドの人たち、そしてその土地の地主の息子、それらの人たちをうまくディックが写真を撮る間邪魔させないようにする計画を立てるのです。そのためにナンシーはディックが湖で鳥の写真を撮っている間、ジョン、ツバメ号の船長であるジョンにディックの影武者役をやらせることにしました。代わりのメガネがあればいいんですけれどもないので、ジョンの顔に消し墨でメガネの線を描き、遠くからではディックと見分けがつかないような感じにして、そしてナンシーとジョンはおとりとなって卵コレクターの部下を引きつける役割を果たしていきます。ところが計画はなかなかうまくいきません。なぜか子どもたちの行動に腹を立てているように見える地元の人たち、その人たちが他の子どもたちを追跡している間、卵コレクターの部下を引きつけていたナンシーと偽物のディックであるジョン、しかし部下にすぐ近くまで近寄られて消し墨が流れているジョンの顔を見て、それが偽物だとバレてしまいます。一方、子供たちは地元の人たちに捕まって物置に閉じ込められてしまいますが、そこでナンシーは談判にやってきた地元の地主、そのリーダーであるマクギンティさんに自ら事態を説明し説得しようとします。この大勢のいわば異国の人たち、大人たちに対しても自分たちの冒険の計画をうまく協力させてしまうようなナンシーの影響力、それは本当にカリスマ的と言うべきかもしれません。作品の舞台となったスコットランドのその住民の家、このような石垣が積まれた家、これがフリント船長たちが閉じ込められていた納屋の建物のモデルだったのかもしれませんが、ランサムは巧みに挿絵の中に取り込みました。さて、白熊号と謎の鳥、今回、この講座最終回として、
ご紹介しました。また引き続き別の講座でお目にかかりましょう。